中継ステーションはアメリカのクリフォードリー・シマックの SF 小説である。1964年に9号賞長編部門を受賞した。アメリカの片田舎にある何の変哲もない一軒の家。そこで暮らす男、イノック・ウォーレスは見た目は30代だが実際の年齢は100歳を優に超えていた。この家は異星人の科学力で作られていて内部での時間の流れが 極めて遅いためである。また、この家の中には、やはり異星人によって設置された物質転送機があり、星から星へと旅する異星人の中継駅となっていた。この駅の管理人であるウォーレスは、ここを訪れる旅行者との交流を楽しんでいた。知り合いになった異星人の中には、彼への手土産を持ってくるものもあった。ある時には、寒暖をしていた時に突然亡くなり、 ウォーレスの手によって地球に埋葬された旅行者もいた。時代が流れ、地球では第三次世界大戦の影が忍び寄っていた。また銀河系の中でも秩序を保つための機械、魔法装置が盗まれるという混乱が発生していた。それを盗んだ犯人がウォーレスの駅に突然やってきたのである。ありがとうございます。